ドブレは、ソマリア南部の都市、ジュバランド自治国のカブジュバ地域アフマド地区の管轄にある。カブジュバ地域の中心地キスマイヨからは 220km 離れた内陸の都市で、ケニアとの国境にほど近い。ソマリア内戦勃発後は、難民がケニアへ入国するための経営地となっているが、イスラム武装組織の流入を恐れたケニア政府によって2007年1月に、 国境は封鎖された。2008年3月2日、アメリカ軍は、イスラム武装組織を標的とした空爆を実施した。2011年10月、イスラム武装組織のアルシャバブの総統のため、ケニア軍が侵攻。2012年7月、ソマリア軍及び、ケニア軍、ラスカンボニ軍など現地勢力が共同で、アルシャバブに誘拐された労働者らを救出した。ソマリアレファレンスマップ。 アフマードディストリクト。OCHA。2021年6月15日。閲覧。ケニアクローゼズイッツボーダーウィズソマリア。ケニア公共放送。2007年1月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年6月15日。閲覧。USA ローンチズ・ミサイルストライクイン・ソマリア。フランス24。2021年6月15日。閲覧。ケニア。 ソマリアオペレーションサクシーズインリリーシングキットナップドエイドワーカーズ m y d d l e a、e、s t o n l i n e .com 2016年3月4日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年6月15日閲覧ありがとうございます